相手のカードを全部バウンスします。どうも皆さん、リュウです。本日なんですが、新パックにて登場した妖精騎士イングナルというモンスター、皆さんはご存知でしょうか。このモンスターの効果めちゃくちゃ豪快なんですよ。レベル 6×3 でつけれますというエクシーズモンスターで、一旦一度このカードの、オーバーレインユニットを2つ取り除いて、このカード以外のフィールドのカードを全部手札に戻すと、バカほどロマン全バウンスです、全バウンスです、全バウンス。まあ耐性無視してね。で、あの破壊された時の効果とかも発動できないんで、めちゃくちゃ強いと。で、この効果の発動に対して相手は魔法トラップモンスターの効果を発動できないということで、この発動デッキさえすれば無効化されません。この効果はめちゃくちゃ強いですね。で、打点が2200で守備が3000というねモンスターなんで、もう簡単なんですよ。コンセントレートしたらいいということなんですね。つまりで、まああとはギミックとしてはやっぱ4000削ればいいんで、1800上げればいいんですよ、打点が。だから、一気化成と、オーバーレイゲインね。オーバーレイゲインは素材の数かける、200上がるっていう効果なので、これ使った後にこいつぶっ込んだら4000なんで、まあ、こういうワンキルの方法を取っていきますよと。あ、ちなみにこれ意外と強いのはトレミスで相手のモンスターバウンスして一気化成するとワンキルできるっていう、そういうなんかおまけコンボみたいなのもあるんですけども、これね、どういうギミックで出していくかっていうと、レベル 6×3 ね、結構レベル 6×3、まあ、6が3体並ぶデッキって、まあ、いくつかあるんですよ。まあ、立夏とかはちょっと並びにくいな、難しいから回し方が。立夏とかも一応いけるし、ヘイズとか、あとオノマートとかも一応いけるんですけども、やっぱりね、63体といえばやっぱり聖国なんですよね。めっちゃ簡単なんで、聖国って、まあ、リリースバンバンバン回していって、で相手のカードを除去しながら展開していけるんで、まあ、こいつらの効果が一番強いなと思って、で今回は聖国ギミックにぶち込んできました。で聖国っていうのは6並ぶんで、まあ、もちろんね、先行フォトンストリックバウンサーとか高校トレミスとか、もちろんできるし、レベル6、3体並べてこいつで全バウンスもできるんで、でこいつ効果起動効果なんですよ。要は自分が発動するよって言って発動する効果なので、これエクシーズ召喚時の効果とかだったらめっちゃ強かったんだけど、これね、起動する効果なんでね、因果切断とかそういう着地狩りは全部効いちゃうんで、その辺はなんかケアしながら、シーユーとかでケアしながらなんとか展開していって、こいつをかましていければと思います。そこそこ決まったんですよ、ランク戦でやったら。だからね、まあ、割と楽しめるデッキになってるんじゃないかなというふうに思ってますんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、ヘリカイザー亮選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。モンスター出してくんないパターンですか。モンスター出してくんないパターンか。とりあえず召集の聖国員発動。召集力わしゆうかで、汗と消化なんか違うね。んー、まあ、コスミックサイクロンとか、オーバーフローじゃないので、サポートとかフュージョンサポートとかの可能性もありますね。まあ、ちょっとサイバーかどうかわかんないけど、まあ、多分サイバーだと思う。で、アセットをリリースして、シーユーを特殊召喚。で、アセドドラゴンの効果発動。デッキから、ラブラドライドラゴンを特殊召喚。そして、聖国竜シーユードラゴンの効果。トフェニーを、リリースして、相手の魔法トラップカードを破壊していく。嵐。嵐。で、これは、まだチェーンあるか。まだチェーンあるな。なんだろうな、あれ。フュージョンサポートかな。なんか鬼ほど事故ってる。まあ、とりあえずちょっとなんかサポート臭い気するんですよね、これ。アビスコーンとかだったら普通にチェーンないと思うから。さあ、妖精騎士イングナルを召喚。そしてスキルを先に使わないといけないやつですね。スキルオーバーレイゲイン発動。着地許された。完璧。妖精騎士イングナルの効果、フィード上のカードを全部バウンスします。自分以外帰ってください。この効果に対して相手はカードをチェーンすることはできない。いけ、妖精騎士イングナル、ダイレクトアタック。対戦ありがとうございました。取ったー、神ゲー。そう、相手の方、海馬車長をよろしくお願いします。デュエル3倍。進化した最強ドラゴン、相手にとって不足はないだろう。バックが多いときついがでもね、あれなんですよね、対象取んないんで、例えば精霊竜とか
あでも墓地の効果、聖国竜の墓地の、要はリリースされた場合にラブラドライが出てくるみたいな効果は止められますけど、はいはいはい、いいですよ、全然いいですよ、あれ止められちゃいますけど、まあ言うてね、あの精霊竜とかね、銀竜とかその対象取れないとか関係ないですよね。イングナルはもう全部戻すんで、対象を取らずに全てのカードを手札に戻すという効果を持ってますんでね。さあ太古の白石の効果発動、召集力2枚は結構でも強いんです、これは普通に強いと思う。でトフェに持ってきて、あ、一番伏せか、一番伏せはまあ、あー強いな、トフェに、トフェにか、トフェに、先トフェにか、トフェにから行って、で、まあ、あのバックをなんとかできれば、僕に勝機はありますね。で、とりあえずちょっと召集の聖刻印を発動、ホーリーライフバリアーではないことを祈りたい。私有ですね、私有私有ができるんで、まあ私有でしょう。で、私有特殊召喚していく、まだ汗と出せるんでね、展開は止まんないと思います。ここで一応まだこれバック踏んでも大丈夫、踏んでも大丈夫、展開力でご利用していけると思う。特殊召喚しかしてないからまだ OK で、これ出せると、あの伏せなんだろうな、因果切断とかだったら、まあでもとりあえず私有効果発動して打ってきて、でもう一回から、まあ一応ランク6出せるんで、なんとかなる。ああ、月の書か。ああ、でも、月の書だったら全然いいか。モンスター残るんだったら、あれこれ神ゲー起きたんじゃない？あれれれれれ？あれれ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 ？あれれの俺？で、シユを特殊召喚。シユリリースしてシユを特殊召喚していく。さあ裏側にされたら表側で直せばいいという話。さあレベル6が3体来るぞユーマ。俺はレベル6のラブラドライドラゴンと、レベル6のラブラドライドラゴンとレベル6のシーウドラゴンでオーバーネットワーク構築、エクシーズ召喚。お前誰やねんモンスター、妖精騎士イングナルをエクシーズ召喚。そして違う、間違えた、スキル発動オーバーレイゲイン。オーバーレイゲインの効果によってこのカードの打点がいっぱい上がって、そしてイングナルの効果発動、オーバーレイユニットを2つ使って全てのカードを戻し、そして一気火星を発動していく。バトルフェイス対戦ありがとうございました。月の書1枚では止まりません私。さあお相手の方、ペガジェイさんよろしくお願いします。デュエル3倍デュエルヌエル、いきます。アセトドラゴンを出す前に召集力でサーチです。ですね、なるほど、アセトドラゴン召喚、これは一回先行取っちゃった場合でもやることがあるってのはいいところですね。聖国竜の先行取っちゃった場合でもちゃんとやることはあります。しかも結構そこそこ強いモンスターが出ますからね、あのこのフォトンストリークバウンサーっていう最強のモンスターがなかなか強い。さあモンスターゴーガーを一回無効にしていく。コンセントセットしとっか、一応あんま意味ない気するけど、まあ一応セットしとっか。でターン終了。さあペカジェイさん一体どんなキャンでしょうか。ペカサス自体が結構珍しいんですけどね。さあ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 、モンスター効果を一回止めるマンがいるので、まあ、展開1回、まあ、結構展開力がないと、いやー厳しいね、それは厳しいね、それは厳しいわ。でもクモツってさ、魔獣の怪獣やばいカード入ってんな。それあれじゃねえか、あの遊戯王デュエルリンクス史上最強と言われたランドオブタイタンズというパックの、あれスーパー当たり SR ですね。あの伝説のグリーンバブーンっていうモンスターが入っていたあのパックですよ。いやーユニコールかな、ユニコールか、ユニコールつらいな。これでもこれハンド2枚で俺返せんのか。でも一応飛びに来たらいけるか。ライトロードエンジェルケルビム、何ライトロード、トランチのモンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功したとき、自分のデッキの上からカード4枚墓地を送ってアルティメイト上のカードを2枚選択して破壊する。強すぎない、天才ムーブすぎない。